割と5月19日の朝早くなんですけども、えーとまあ、これから大学に行く前にちょっと、えーとまあ、忘れないうちにいろいろ撮っとこうかなと思ったんですけどもね、えーとまあ、ここ、どうですかね、2週間ぐらいの範囲でも結構いろんな職員さんと、えー、対談させてもらいましてですね、これがあ,のあれですね、あのピープルっていう、 グローバルフロンティアの YouTube チャンネルに乗っかっている、えー、対談動画のまあその撮影ですねをしたんですけれども。 あのーまあ、その撮影をしつつ、さらにこれから撮影予定の撮影してもいいよって言ってくださっている皆さんとのこうスケジュール調整とかね、えーまあ、いろんなことをやっていく中で、やっぱ本当にこうそれぞれ個性があるなってことが分かってきて、まあ、前からある程度分かってたんだけど、それがさらにこう確認されるように分かってきて、すっごいおもろいですね。例えばその、えー、と基本的に、えーとー まあ、えっ、ー、と、こういう感じのことを聞きますけれども、インタビュー乗ってくれますかみたいな感じで、質問例みたいなのを見せたりするんですよね。で、その際に、まあ、あの具体的な質問が分かっていれば教えてくださいっていうふうにして、あらかじめ質問をくれ、あの、くださいっていう風に求めてくる人もいるんですよ。ところが、こちらから質問を最初に渡しときましょうかって言っても、いや、いいですって断る人もいるのね。で、これが結構おもろくて、あのー、 なんだろうな、その方が、これをもしご覧になったらあれやけど、ちょっと、あの、ハードル上がってませんかみたいな感じはちょっとしたけど、まあまあまあ置いといて、今の、今の情報だけだと多分誰のことを指すか全くわかんないと思うんで、ほとんどの人にはわかんないと思うんで、まあいいかなと思うんですけれども、あのー、ちょっと多分ね、これ誤解を招くというか、あのー、 まあ、誤解を招く可能性があると思うので、ちょっとこれ補足しようかなと思うんですね。その、グローバルフロンチャーの YouTube 動画の中で何かを触れようかと思ったんだけど、そこで触れるのもちょっと違うかなと思って、あの、そこからここに流れてくる人いないと思うんですけれども、まあ、ほぼいないと思うんですけれども、ちょっと補足をしとくと、ある時公開された動画で、その、対談してくださった方がですね、 カメラに向かって、カメラに向かってではないんだけど、こういうことするのね。で、これは何かってことをね、ちょっとコメントしておきますけれど、多分、あの、もしかしたら気づいてない人もいると思うんですけれども、この1ヶ月の間に、この1ヶ月以内に公開されたある動画で、今みたいなね、このダブルピースって言うんですかね、<laughs> をやっているシーンが数秒あるんですよ。 でこれ、どういう経緯かっていうとですね、これは、あの、そのダブルピースやった後にカメラがちょっとガタってブレるっていうところもちょっとポイントなんですけども、これね、何があるかっていうと、要するに、あのシーンは対談を始める前に、ある教室に移動して、対談を始める前に、マイクの調子であるとか、映り方とかを確認するために、テストで回している映像なんですよ。 で、なんかカメラセットして、まあ、その、その人に座ってもらって、で、こっちにカメラを置いて、その、ま、高さとか調整して、マイク渡してつけてもらって、やってね、そのカメラを回してる状態で、僕がね、何か、まあ、あるものを撮ろうとして、ちょっとこっちの方に行くんですよ。うん、まあ、見えてない側なのに。こっちの方行ってる間に、密かにこれしたのよ。 で、戻っだから僕はね、実はそ,のそれをやったことに、その時、当時では、当時でその日はね、気づいてなかったんですよ。で、後でその全部の映像を見返していく中で、うわ、こんなことやってるわ。これ 使ったろうと思って使ったのね <laughs>。で、それを使うっていうことに関して、あのー、本人に、あのー、まあ、あの、一応公開前に、えっ、ー、と、ご本人に確認いただいて、問題なければ公開します。ただし、今回に関しては、あるシーンに関しては、ご本人から要望があってもカットしないところがありますって言って、何、何って言ってたんだけど、まあ、そこなんですよ。で、これは何かっていうと、なんかね、その、ある親戚の人と写真を撮る際に、 やるポーズなんだってその親戚のある子供のお子さんのお子さんっていうか子供の えっと、ほとんど約束かなんかでやっているポーズらしいんですよ。だから日常的に、その何らかの時にそういうポーズをやってるわけではなくて、ま、まあ、要するにちょっと遊び心みたいなものでカメラが向けられているので、そのいつもの親戚の子供と写真を撮る時のノリでやってみたと。しかもその、それをやる時に僕は見ていなかったので気づかないだろうと思ってやったらしいんだけど、<laughs> あの、映像に残ってるから気づきますよ、それは <laughs>。あの、みたいな話で。 そのカメラが回ってるって知らなかったかもしれないよね。まあ、あのそんなわけであの,あのシーンの意味はそういう意味ですってことをねちょっと言っときますわ。<laughs> いつもやってるわけではないということですね。はい、じゃあまた。